この試合はライジングルーキーズカップミドル級決勝3分3ラウンド延長2ラウンドにて行われます。セコンド3人だ。会長より3人。そこダメです。そこセコンドなんです。ジャブから、はい、はい、こっちだよ、はい、そう
そう。Hold it!
試合終了。これよりジャッジの審議に入ります。ジャッジアキラ29対29、ドロー。ジャッジ小川29対28、青中島。ジャッジ佐藤30対28、青中島。以上2対0の判定をもちまして、勝者は中島雅史。この結果をもちまして、ライジングルーキーズカップ2017ミドル級優勝は中島雅史選手と決定いたしました。中島選手には優勝カップ、またフィットネスショップ様よりホエイプロテインが贈られます。おめでとうございました。選手退場。